奴隷は粘土を焼成して作られた土製の鈴。縄文時代の遺跡や古代の祭祀遺跡から発見される。土笛や岩笛と同様、小林達夫の定義する機能や用途が正確に特定できない第二の道具に属する楽器である。縄文時代の奴隷には穴が全くないものがある。穴がないと焼成時に中の空気が膨張して破裂することがあるが、 内部を空洞にするため相対する半球を二つ作り、土星、または小石、豆類を用いた丸玉を内部に入れて密閉したと考えられている。粒の粗い砂の混じった粘土では、砂流の間から空気が自然と抜け、実験では焼成しても破裂しないことが確認されている。その他に以下のような作り方もある。粘土で鈴の中に入れる丸玉を作る。その丸玉を、 枯れ草や新聞紙などでくるむ。その上に粘土を貼り付けていって休憩にし、一部分の粘土を取り除いて小さな穴や切れ込みを作り、そこからは草や新聞が見えるようにする。この穴と切れ込みは中にくるんだ丸玉より大きくてはいけない。これを調整する。中の小さな丸玉と外側の休憩だけが土器として残り、枯れ草や新聞紙は 灰として小さな穴や切れ込みから取り除くことができる。こうして、中空の中に小さな丸玉が入った鈴が出来上がる。鈴の穴や切れ込みは、音の響きを外に聞かせる、機能の他に、こうした、製作上の理由もあると考えられる。郷土玩具や魔よけ、縁起物として、江戸時代以降に作られるようになった素焼きに絵付けをした、奴隷もある。英彦山神宮三景舎が購入する。 ガラガラは、鎌倉時代初めに起源があると伝承されている。製法は、産地や作家によって異なるが、量産する場合は、あらかじめ中空になるように考えて作った型を、半分に割った二つの木型に粘土を押し付けて、外身を作り、ある程度乾燥させてから中に丸玉を入れて貼り合わせ、そして調整して、鈴の形状が作られる。外部リンクの客中、ありがとうございます。